ホモサピエンスの皆さん、トレーニングお疲れ様です。ホモサピエンスのバズーカ岡田です。今日はですね、大会直前、しかも、アジア選手権直前のボディービルダー、小宮原玲さんにお越しいただきました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。何の打ち合わせもせずに、始めております。最近どうですか？フィットネス会的な話、はい、フィットネス会的な話なんかありますか？楽しいこと、これはこういうのシェアしたいなみたいな。自分の身に起きてることは何もないんですけど。何もないの？何もないです。何もなく個人的にやっぱり一番最近のに熱かったことは、先輩である三谷弘久選手が、東京クラス別ボディビルで優勝されたっていうのが一番熱い。そうだね、はい、本当に日曜日の話で、今日は今日は火曜日、水曜日でね、はい、水曜日ですから本当に最近の我々の一番、重大ニュースというところでね、今ねこの話を例に振ったのはおかず餅とのごちゃごちゃの話するかなと思ったんだよね。そしたら三谷君の話をしてくれてすごく嬉しかったんだけど、あ真面目な話来たわと思ったし、その仲間の話、先輩の話をしてくれて嬉しいなと思ったけど、私が想定してたのはこのね、レイが今、契約してるね、サプリメントでおかず餅とごちゃごちゃやってて、はい、その話聞いてくださいよぐらいになるのかなと思ったけど、じゃあその話は後にしてね、まあ、本当に三谷さんっていう、はい、三谷弘久君っていうのがいて、レイの何公演なんのかね、2つ上か、はい、そうっすね。でそうか、レイがいて、アモン秀一がいて、弘久たちがいてっていうね、はい、本当黎明期のメンバーでね、またそう三谷とはこういう対談しようと思ってますけど、あの頃はね本当に何もない部活でやってたところがありますからね、本当にすごいなというふうに思います。まあでもすごいメンバーだったな、あの初期から。そうですね、今結構みんな続けてはいますか、ね、続けてますね、みんなね、本当に熱いメンバーが集まってね、まあそうか、そういう話で言うと勝つチームとかね、はい、勝つ集団とか、まあ、そういったものについてちょっと考えてみたいなと今思ったんですけど、うん、はい、私ボディービル部を立ち上げた経験がですね2回あってですね、まあ、最初は両徳寺大学、そして今度は日体大というところに2回やってみて思うのが、初期に立ち上げる人たちのね、この心構えというかね、もう心の在り方がそれ以降の人たちは違うっていうのをね、うん、感じるんだよね。そのあたりレイどうかな。俺はなんか本当にパイオニアたちのメンタルは本当すごいなって思ってて、で後に続いてくる子たちはメンタルすごいとかすごくないとかっていう次元ではなくて、また違う良さがあるんだけど、うん、ちょっと性質というかね、引き出せるものが違うなっていうふうに思ってるんですよね。レイはちょうどだから3期生ぐらいになるわけで、はい、まあ、初期メンバーなわけでね、そういう変遷を見てて、まあ、今も日体大でコーチをねしてくれてますけど、まあ、そういうこれから成長していきたい人たち、まあいろいろ置かれてる環境があると思うんでね、その中で自分をこう成長させていくために、その成長を最大化させるために、はい、まあ、レイが今まで見てきたそのいろんな選手たちの心の状態とか、こんな心の人だったらこういうふうな、道筋をたどっていけばいいんじゃないかみたいなのをなんか聞ければいいなと思います。難しいですね。まあ、まあ、うん、一つ俺がね印象的なのは、うん、佐藤祐介君をね、はい、育て上げたっていうところを見てて、なかなか仕上がらない人を仕上げた。あ、この話が分かりやすいかな。佐藤祐介君っていうのは、相澤隼人と同期、はい、だからレイの一つ下になるのか、二つ下になるんだよね、はい、だから初期部活を初期に作ったメンバーではないと、うん、だからゼロから一を作るんだみたいな人ではないんだよね。そうですね、タイプ的に、タイプ的に違う、はい、でもすごいいいもの持ってるけどなかなか仕上がらなかったっていう子なんだよね。それを2022年にレイがバッチリ仕上げて、うん、で日本ジュニア優勝、そして世界選手権に一緒に行くっていうところまで持ってったわけで、まあ、割とふわっとした、ね、感じの子で、うん、まあ、今時な感じを受けるんですよね。私は何としても耐え仕事すんだみたいな感じじゃない、うん、じゃないですか、はい、どういうふうにしたの、そういう人に向き合う時に。ただ結構今聞いていて
思うこととしては、佐藤雄介が特徴的だったのは、割と言うこと何でも素直に聞くっていう。素直に聞くってことね、はい、うん、なるほど。いろんな人の意見を聞かないで、うん、もうこれっていう決めた人から、うん、まあ、私からの意見を一番まあ重要視して、うん、それだけしっかりこなしていくっていうタイプ。なるほど。これもうこれ結論じゃないの。まあ、そうですね。今本当にいろんなさ、はい、まあ、これボディービル減量に限らず、うん、まあ、勉強もビジネスも人生もそういう、今のが俺一つの生き方の、うん、まあ、これ絶対的な正解ってわけじゃないと思うけど、一つのやり方だと思うんだよね。はい、あっちこっちフラフラね、うん、して考え方をぶらして、結局な何事もなせないっていうパターンよくあると思うんですよ、うん、はい、でユースケはそうか、もうレイのことを信奉してるから、そう、信頼して全部託してくれた方が、うん、こっちも教えがいがあるし、うん、熱も入るし、うん、で、まあ、やっぱ軸が一貫するっていうところで、うん、なるほど、最後までたどり着きやすいのかな。なるほど。この話の展開になると思ってなかったけど、めちゃくちゃ刺さる。なんか本当に最近それ本当に思ってて、ボディービルじゃないってこと思ってたの、はい、この若者たちが人生で成功するために何が必要なんだって思った時に、うん、なんか自分なりにやっちゃう人が多いというか、ね、うん、いいんだけど一つもう一回結果を出してる人にがっつりついてみるっていうのは本当大事なんじゃないかなと思ってたの。そうですね、うん、でもなんか自分なりの理論を入れて、で崩れていったり、あとはまあいろんなところから聞きかじったもので崩れていくっていうパターンがあるなって本当に思ってて、ちょっとボディービルの話じゃないところが私響いたんだけど、これぜひ参考にしてもらいたいなっていうふうに思いましたね。筋トレ、減量、ビジネス全てにおいてね、なんかいろんなものからかじってりつつうまくやれる人も結構いると思うんですよ。そうだね、そういう人わずかだなっていう感じが、うん、最初は何かがっつり、そうだ、ね、入り込む方がいいのかなっていう気がしますね。そうですね。レイの今パーソナルで活動してるお客様も基本的にはもうレイをずっとこうやってる、レイのトレーニングだけやってるっていう感じ で基本的には。ただ今代々木上原のゴールドジムでやっているんですが、うん、そこに移ってからは単発で時々っていう方もいらっしゃるようになったので、うんうん、そこで少しずつ違いは出てるんですけど。なるほど。でも佐藤君に関してはもうずっとね一緒にやって、うん、もうレイさんレイさんで信頼できたから迷わずにあそこまで深い減量ができたと。そうですね。でも減量も末期になるとね、いろいろさ考えちゃって、うん、余計なことして崩れていく、よくあると思うんですよ。はい。そうか、それで思い出したのが、女子棒メソッドって本をもうほんと10年ぐらい前に書いて、あれは別にボディービルダー向けの本じゃなかったんだけど、ボディービルダーも読んでくれてて、で女子棒メソッドだけでケツまでストレーションバリバリに入れちゃった後輩がいてね、日体大の後輩なんですよ。私の日体大柔道部の後輩が、兵庫県のボディービルで初出場初優勝したんだけど、その時の仕上がりえぐくて、これ何やったのって言ったら、いや普通に女子棒メソッドを淡々とやってたと。それをずっと深くやってたと。さすがに最後は辛かったと。途中まではあの方法きつくないっていう風に書いてたんだけど、あれをずっとやっていくと最後はやっぱきつくなってきて、それでその仕上がりまでいったって言ってて、共通だねそこもね。そうですね。なんででもそこがブレてしまうんだろうね人間は。やっぱ心配になって心配になってできることは何でもやろうって思う人が割と、そういういろんな情報を手にして何でもやってみようって思う、ね、器用貧乏っていう感じなのかな、うん、これ仕上がらない人、まずはメンターを見つける、うん、そしてその方法を、信頼して、ついていき続けると、うん、いうことをやってもらえれば、もしかしたら自分ではいけない世界にいけるんじゃないかなというふうに思います、うん、まあ本当に自分の考えっていうのはいかに限られた範囲のものだものであるかっていうのは未だに感じてて、もう新しい考えを取り入れるとやっぱこの年になってると難しいのもあるし、やっぱ自分の体ずっと見てるとどうしても自分が一番自分の体を理解しているかのようになって、もちろんそれはある面正しいと思うんだけど、客観的に見たりね、ちゃんと経験をして結果を出している人の意見を素直に取り入れてみるということをぜひね、プラスにしてもらいたいと、まあ、体作りで言えば一番最初にいいパーソナルトレーナーに習う、うん、もうこれはね近道ですよ。
本当に。本当に近道ですね。俺たちの時はもう全然そういうのなかったから、はい、もう我流でやってて適当だったからね、本当に超遠回りしたなっていうふうに思いますよ。初心者の方いる？お客様。結構います、ね。あ、そうなんだね。ボディビルダー以外の方も割と多いので。ホモサピエンスが。ホモサピエンス全然います。ホモサピエンス来んの？この日本代表のボディビルダーにホモサピエンス来る？ホモサピエンス来ます。ということでね、そこは本当に、でもゴールドジムで、はい、ね、指導してるボディービルダーにホモサピエンス来るって結構ハードル高いと思うんですけどね、うん、これそんなことないですから、やっぱ一番最初に出会う先生マジで大事、うん、本当に壁を作らずにね、まあ、私がボディービルダーとかホモサピエンスで言って壁作ってますけど、それは楽しくしたいだけなんでね、ぜひそう活用してください。大会どんどんこれから始まっていきますから、特に最終調整特に迷うこと多いと思いますんで、そういう時はねブレずに、ついていける信頼できる方を作るのがいいというお話でした、はいはい、ということでね、今日は思わぬ方向に話がいきましたけど、うん、とてもいい話が伺えました。でまたね三谷さんを呼んでね、また日体大ボディービル部創設メンバーとかね話をしても面白いかなと、ね、思いました。本当にねパイオニアの精神とね、出来上がったものに入ってくる01の人と1を10にする人っていうのは性質が違う、うん、どっちが素晴らしいってわけじゃないんだけど、どっちもね、違う良さがあって、その良さがどうやって花開いていくかってやっぱ道筋があると思うんでね、そういう皆さんの資産になればいいなと思ってますんで、またやりたいと思います。今日はちょっと完全に真面目な話になりました、はい、レイが契約している、プロテインね、 MPN プロテインなんですけど、はい、サムネイルにサムネイルね、はい、頑張って活動しておりますんで、はいはい、おかずもちくんとねガチャガチャ茶番やってますんで、はい、それも見てください、はい、おかずもちさん最近結構グッと来てるんで、来てますね。じゃあ次おかずもちトークしよう、はい、これ呼ぶのもありです、ね、いやちょっとそれはいいかということで、今日はですねゴミハラさん、ボディビルダーのゴミハラさんに、どうやったらちゃんと仕上がるのかという話を聞いたところ、それ以上にいい話が聞けました、まずはしっかりついていってみるということで、自分では引き出せない限界を引き出していただければと思います。ということでトレーニングいってらっしゃい。ついに理想のサプリメント抗栄ペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました。その代わり筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。そして、携帯できる最強 PFC6 パックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエーペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますので、よろしくお願いします。さらに、オンラインサロン、公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナー、ボディメイク検定、ジム、書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。